はい、おはようございます。ツッキーでございます。朝の6時半に撮っておりますけどもね、ツッキーの寝起きに一曲いってみようかなと。いや、さすがに6時半は初だね、これね。まあこんなね、また相変わらずの悪い見てくれでT シャツも同じだしみたいなね、できんのかいみたいな、そんな感じでやってますけども、もう暑いね、6時半でも。どうなっちゃってんだろうね、昨日に引き続き。それではどうしようかななんてね、考えてて、何日か前にね、Facebook で思い出ってやつ出てくるね、何年か前の今日みたいなやつで、でそこでさ、出てきて、あーって思い出したんだけども、もう何年前、1年2年前かな、五木ひろしのね、夜明けのブルースをね、ちょっと弾き語りで、ちらっとやってみたやつに、マキゴンがさ、いろいろさ重ねてくれて、なんか楽しくなっちゃって、また返してくれたやつにさ、ドラムとベースとギターも重ねてみてさ、なんかすごい楽しかったんだね。で久々に聞いて、ああこれ楽しかったなとか思って、でちゃんとやろうよとかって言ったやつじゃないし、リズムも出てないんでずれてんだけどさ、なんかよかったなとか思って、でもなんかそのまま翌日になっちゃったらさ、見れなくなっちゃって、どこ行っちゃったか分かんなくて、出し方分かんなくて、出せんのかなあれね。でそんなんあったの思い出してさ、ちょっとやってみるかなみたいな。でこの歌はね、当時というか、まあ今もねすごい好きな歌で、流行ってる時で、いやこれをね、これ歌詞がさ、ほら四国の松山の歌詞だから、松山でこの歌を歌いたいななんて勝手にね、考えてたんだけども、これ実現できたんだよね。松山行く機会が本当あって、それでまあカラオケだけどさ、松山の地で、夜明けのブルースを歌ったっていうこともね思い出しました。まあちゃんとねバンドとかでねやる機会がなかなかこう持てないような歌なんで、今後もあるかどうかなと思うけども、ちょっとこれやってみようかなと思って、できるかね。朝だし久々だし、ワンコーラスぐらいかな。ちょっとさらっとねやってみます。このグラス飲み干せば帰ると言えばお前が絡みつくかな。拗ねてる肩をそっと引き寄せれば膝にもたれた耳元ささやく秘密にできるの誰にも言わずにときめき心は定めと信じてここは松山二番町の店渋い男の夜明けのブルース
はい、夜明けのブルース、さらっとワンコーラス、いい歌だね。やってみましたけど、いかがだったでしょうかね。まあこういうね、まあ、は演歌っていうジャンルのね歌、まあ演歌さんこれド演歌じゃないからね、まああんまり好きじゃない人もいるかなと思うんですけど、まあ自分的には、好きですね。この前も船歌もまたアップしましたし、また機会があればねやってみたいなと思います。まあマキゴンまたやろうぜ。ここで呼びかけるなんて、うん、まあ声もねちょっと低めで、ちょっと暗い感じでお送りしました。ツッキーの寝起きに一曲、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、いつでもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それではまた今日も猛暑の一日になると思いますけども、お出かけの方また部屋にいても気をつけてね、あまり頑張らずに楽に行きましょう。それではまた。